お疲れちゃんです。ラットです。今回は、ですよ。今回はですね、もう僕の一番です。一番、本当に、これ結構ガチなやつ。で、もう一番ですね、お気に入りの、まあ、スケラデッキ。っていうか、まあ、自信があるスケラデッキって言いますか、もう本当にもう僕の中の一番ですね。はい、ナンバーデッキを教えたいと思います。はい、ということで、まあ、それがですね、こちらのスケラデッキでございます。まあ、スケラって言いましたね、さっき。はい、なんですけど、ちょっと、まあ、変わったと言いますか、あんま見ないかもしれないんですけど、アウトローと、まあ、ムートが入ってる、まあ、スケラデッキですね。で、今これはマスケットで使ってるんですけど、まあ、前まではね、エレクトロウィザードだったんですけど、まあ、今マスケットがね、すごい強い環境なんでね、そのエレキをマスケにした方にちょっと変えてるんですけど、まあ、この、まあ、前はエレキ型だったかな。普通に昨年のクラロワリーグでも、いつ使ったかな、ベンザーリーデル戦とかにも使いましたし、普通に公式でも使うぐらい、まあ僕がただお気に入りな、はい、デッキでございます。ということで、まあ今日はね、これでグラチェレをやっていこうかなと思います。はい。よいしょ。いや、マジでね、この方がなんでお気に入りっていうとなんだろうな。他にこの方を使ってる人があまりいないからっていうのも、まああるんですけど、まあ普通にその強いんですよ。まあそれはそうなんですけどね。それはそうなんですけど、なんだろうな。スケラデッキって結構スケラだけで、これなんか前も言ったのはそんなディガポイント時にも言ったかな。そのスケラで結構ダメージ与えていくデッキだと思うんですけど、スケラデッキって。なんですけど、このデッキってスケラ以外のそのアウトロープラスのムートがすごい強いんで、この、まあ、ここのユニットだけで相手のタワーを折ることもすごい可能なんですよね。まあだからそういった部分で、まあ、駆け引きができるんですよね、相手と。まあ、スケラ、ムート出してスケラ打つと見せかけて、打たなかったり、なんだろうな。そう、ケツムートで、まあ相手はスケラ打たれると思うんですけど、まあこっちはね、スケラ打たずに端前アウトロー被せて、ユニットで攻めて、あれっていうようなことをさせると言いますか、そういうこともできるんでね。まあこういうところですね。こういうところで、まあユニット重ねて、ユニットで攻めれる。で、ここでスケラも打たずに、まだこのユニットで、まあ、ここはペッカで打たれ、そう、受けられちゃったんですけど、まあ、こういう風に、まあ、ユニットで戦えるのが、ま、僕はこのデッキの好きなところでありますね。まあ、言うてちょっと押されてるんですけど。はい。まあ、言うてこれは、メガゴが、奇跡。なるほど。で、まあ、これは、マスケで受けますかね。コチョババ出されたらオーブンなんですけど。まあ、なんで、スケラデッキなんですけど、スケラ以外の部分で戦えるっていうところが僕はすごい好きなやつですね。なんで、すごい PS が試されるデッキだと思ってますね。まあ、スケラを打ってもいいですし、打たなくてもいいんで、そういう判断とか、タイミングとか、相手との駆け引きがめちゃくちゃ楽しいんでね、僕はこのデッキがすごい好きですね。はい、ということで、ちょっと押されてるんですけど、まあ、こっからですね。相手は、ペッカ工場かな。はい。これまあ、両サイ攻めれますね、この形は。で、これは、もうこっち行きます。で、ポイズン、ガゴが多分、いや、コウモリか。コウモリ来るから、ポイズン打って、オッケー。オッケー。これ、ムートがターゲット取ってるから、でかい。そう、相手はムートも防衛しないといけないし、スケラも防衛しないといけないっていう、ちょっと苦しいですね、相手からしたら。オッケー。で、これはアウトローが優秀。で、オーブンで、この小屋もね、小屋じゃねえ。なんだあれ。コジョババもね、止めれると。で、これはダメージ的にちょっと許容できますね。まあ、あとは、端前言うのとかを気にかけとけば、結構大丈夫だと思いますね。ここはちょい許容して、ムートでカウンターですね。てか、ワンチャンあれだな。普通にこれ、ペッカで受けられてカウンター受けるんで、一回受けます。一回受ける。ここ、言うの受ける。これ、ロリババで、エレキ処理、オッケー。これ多分処理ができますね。オッケー。マスケが強い。で、ここを今相手が、ポイズン使ったんでね、これムートプラスのスケラプラスの、まあ、ポイズンですね。ポイズン打ちたいですね。あ、だからあれだ。ムートがもう入っちゃってる。ムートが入っちゃってる。これでムート入って終わり。はい。ということで。いや、マジで使ってて楽しい。かつ、まあ、デッキ自体が強いし、まあ、今、ムートが強いのと、まあ、アウトローとかあるから、まあ、使いやすいっていうのもありますね。はい。なんで、マジでおすすめしますね。本当に。すごいお気に入り。
で、前まではなんだろうな、ムートがそこまで見られなかったから、一時期使ってなかったんですけど、前、ムートとかバルキリーが強かった時は、無限に使ってましたね。ずっと使ってましたね。OK。で、まあ、オーブン置いて、で、なるほど。この幅ちょいだるいですね。これ多分、ここのアウトローが多分、ロリバは届かない。奇跡が多分、ないかな。届くか。いや、届かないか。ほら。これですよ。この、こういう位置に出してあげると、前ではちょっと辛いですね。ベビードラ。ホバリング。ラバか。テンプレのラバですかね。最近入りの。なんで、まあ、ホバリング裂いて、ロリババも裂いたから、スケラ打ちたい。あー。これね、スケラ打つしかないですね。これでも、何も盾がないとさすがに入んないんで、ロリバを飛ばします。で、ランバーで、もう一枚で、そう。回さないと多分、ロリバは回んなかったから、相手は。オッケー。で、このポイズンで多分、ランバーも無視。ああ、なるほど。これはさすがに防衛しますね。このババには痛いんで。オッケー。これ最近入りのこのラバにもすごい強いんですよね。マスケとメガゴとアウトロー対空があって、意外とこのムートが結構刺さるんでね。相手からしたらきついデッキですね。オッケー。で、宝石壊れて、ここでオーブン展開ですかね。よいしょ。で、これでまたマスケをこの右端とか出して、アウトローをまたこっち側とか出しちゃうと、相手はきつい。で、ここでムート出せば、相手すでにきついんですよね。まあ、ランパーで受けるか。はい。というわけで、まあ、ここからですね。相手がポイズン裂いたらアウトロー。もうアウトローが生き生き、生き生きしちゃいますね。これも、下アウトローで、マスケはまあ、どっか行っちゃうんだけど、OK。これ結局、ほぼ全防衛できますから。で、このままカウンターですね。で、これ一応ロリババして、OK。まあまあまあ。で、このスケラが多分結構入ると思うんだけどな。今相手ロリババサイドでしょ。OK。やばい。それちょっとやばい。やばいけど、対空こちらが多いんで。OK。OK ですね。これもアウトロ出して。これ防衛ポイズン一応して、OK。完全防衛ですね。しかもこれ、相手スケラじゃなくてあれ使ったんで。あとはもう、まあ、確実に行くならオーブン置いて、ラバ展開してきたら美味しいですね。してこない。まあ、一回防衛から受けからですね。これで、まあ、こっちが攻めちゃいますか。こっちが攻めちゃうと相手はもう、防衛しないといけないんで。OK。このロリババがちょっとやっちゃったかもしんないけど。はいじゃーん。で、これ、もう相手ポイズン使わないと。僕の、コミュニティ処理できないし、オッケー、勝った。多分勝った。一応、低めに位置出して、防衛します。まあ、最後まで気引けないんでね。さすがに。ここは、ムートスケーラー。てか、ムート出しとけばいいや。で、これで、あれ、ワンチャンやばいっすよね。ぽい。はい。余裕ですね。余裕ではないか。でも、マジでこんな感じで、使っとくと勝てちゃうんですよね。マジでこれ今の環境にすごい強いと思いますね。てか使ってる人いないな。あ、でもこのデッキがきついのがスパーキーなんですよね。本当にこの、まあ、スパーキーのエレキとかが前エレキだったんでいいんですけど、今マスクにしてるから普通にスパーキーとか来られると結構きついきついですね。あと他はなんだろうな。三重種もいなくなったし、前まで別に三重種もそこまで怖くもなかったんですけど、だけどこのアウトロープラスムードがすごい強いんでね。なんだろうな。何がきついんだろう。知りたいまでありますよ。本当に。ムートとマスケあるし、まあクロスも別にそこまでだし。まあなんで、まああとは PS とかで結構負けることがまあ多々あるぐらいかな。このだってムートこれ、あ、入ってないの君。そこの位置で入ってなかったの。やばい、これやばい。まあ、こういう、言うのがちょっと危ないですね。けど、アウトローがやっぱりいつでも優秀ですね。いつでも優秀。これちょっとあれだな。一回、ロリババからのムート出したい。これムートで、まあ、突進させない。てか壊れてくれたらこれ、
あー、いや壊れろ、壊れない、いやまあまあまあ、あーそこで壊れるから、これ出たっすね、あのチート僕あのラムライダーのなんかね遠距離のあの攻撃を僕チートって呼んでるんですけど、あれずるくないですかシンプルにずるくないですかっていうのをすぐ思ってるんですよ。メガナイトラムライダーですね。でこのジェラードっていう人多分結構有名なプレイヤーの気がする、見たことある。まあマスケはポイズンで処理されるけど、僕はまだあのスケラーを出してないんでね、まあ、メガナイトもあるんで結構攻めにくいっていうのがあるんですけど、このホバはポイズンで処理しときます。オーブ残したいんでね、まあ、いつ展開するかっていうスケラをね、これムートで多分防衛されるよね、からこうムートで防衛されるから逆サイアウトローからのスケラ、あムートじゃないや、なんだっけあれ、いやガゴマンのか、これちょっとシービューだな、ここまでこっからですね、こっから参ります。これガゴはメガゴで処理して、いやなんか違うの出てきた、違うの出てきたんだけど、いやてかムート壊れて、来た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 、オッケーオッケーオッケー、もうあーやばい、待ってこれやばい、これやばいけど耐える、オッケー、そこのホバリング優秀やね、これちょっとやばいですね、相手のポイズンクラスのガゴっていう、ガゴが厄介ですね。でこれ多分ワンチャンメガナイト受けされるかな、なんで受けから行って左のハンターは無視で、メガナイトって言ったらムートで受けつつ壊れてくれたらそれでいい、オッケー、これマスケで処理する、あー相手うまいな、うまいんだけど今結構相手あれしたからちょっと許容する、ワンチャンこうやって全部落ちるとかないかな、いやーきついか、ちょいヤバですけどこれまだ参るんすよ、これマジでまだ参る、だってあれはこれ出しておけば止まるでしょ、ラムライダー、いやだ、あ待ってこれ同じ過ちするわ、あれ同じ過ちした、さっきもその過ち犯したのにまたやった、まあけどオーブンのエリクサー残してやばい、オッケーオッケー、まあまあまあまだ耐える、まだ耐える、オッケー防衛して、オッケーオッケー、あっこれまだ参るくね、でこれで早くスケラ打ちたいけど、これあーザップー違うよ、それは違うそれは違う、まだ希望持ってたのに、いやー負けちゃったっすね、まあまあまあ、でもこれはこういうなんだろう、すごいロック戦か言うて、まあまあっすね、まあ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 、まあ、みんな相手が上手いですね、しょうがない、まあこういうまあポイズンなんでホバリングがきついのと、まあなんだろう、相手がうまかったですね、あと僕の攻めが甘かったんで、まあしょうがないですけど、言うて最近のこの、まあ、ペッカ工場ちょっと違いますけど、とかラバとかには結構ね受けがありますし、空もありますし結構刺さると思うんでね、はい、ぜひぜひこちら使ってもらえるといいなと思います。まあでも僕のめちゃくちゃお気に入りなんでね、あんまりあれなんですけど、ちょっと複雑なんですけど、まあ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 、はい、紹介ということで終わりにしたいと思います。はい、多分普通に来年もクラクラリーグかリーグとかじゃなくても、普通になんか今 JRCC っていうなんかねクララのプチ大会みたいなのも行われてるんで、まあそういうとこでも結構使うかもしれないですし、本当に僕のお気に入りなんでね、よければ皆さんもこちら使ってみてください。というわけで、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。